こんにちは。こんにちは。金子です。ひかるです。今回のポーザーズチャンネルは僕の得意技風抜けをしたいと思います。はい、風抜けできますよね。ほとんどないですね。風抜けつま先側で抜けるんですけど、フロントサイド、回転方向一緒なんですけど、まあ、ヒールの方がね結構ね多いかと思うんですけど、まあ、今回は風抜けつま先側で踏み切ってフロントサイドスピンやってみましょう。お願いします。お願いします。はい、スタートに来ました。まあこうジャンプの経験がねこう長い人は一度や二度はこう風抜けをね普段しない人でもこう試したことはあるかと思いますんで、まあまずひかるちゃんの今の実力を見てみたいと思います。どうでしょう。自信はないです。でも頑張ります。お願いします。はい、どうぞ。まあまあここら辺は軽々しますよね。まあここからじゃあちょっとずつ説明しながら飛んでいきましょう。はい、今ね1本行ってもらったんですけど、今のジャンプどうでした？猫先生的にはどうですか？全然風抜けになってましたからね。うん、よかったと思います。先ほどね180はもうあっさりできていましたんで、あっさり朝飯前です。なのでまあちょっと1本早速ですが風抜けの3をやってもらいたいなと思います。自信のほどは全くないです。経験はありますかね？何本かは着地もできた。できる。自信ありです。まあ1本ね見ましょう。風抜けフロント3お願いします。お、だけどなかなかいいと思いますよ。最初にしては全然ね、空で踏み切れていたんで、あとちょっとですね空中で返せればと、これを直していきましょう。はい、今ね1本いきました。なかなか良かったと思います。はい、あとちょっとが足りなかったんですけど、まああれはですね、まあ空中で気を抜かなければいけたでしょうと。はい、すいません。ざっくり。まあアプローチとね抜けしっかりね2でずれずに踏み切れてたんで、そこら辺はねちゃんと力が伝わってるんでいいかなと思います。あとは空中に出てから出た直後も多少こう力抜けないように、そうです、足引きつけて送り続けることを意識してください。ではフロント3の2本目お願いします。いきます。ちょっとずつねさっきよりは回ってたんで良かったと思います。じゃあ猫さんのお手本を見せてもらいたいと思います。お願いします。嫌です。そこをどうか。まずはアプローチですね。アプローチ、はい、ここがまずね風抜けヒール抜けのはっきりとした違いになりますね。風抜けの場合はバックサイドと同じライン取りでアプローチしていきます。まあオブセクエストのスモールキッカーであればヒールから2で抜けるって形ですね。行ってみましょう。アプローチは先ほどのようにバックサイドと同じライン取りを取ります。まあ、この今ここのスタートがちょっとリップだと想定して、
イメージとしては2に乗ってまっすぐリップに対して、垂直に出れるようにイメージしてあげるといいかなと思います。バックサイドのライン取りをしてそのまま巻いてきちゃったりっていうことがねあるんですけど、そうすると極端にね回りづらくなってしまうので、イメージはまっすぐ、もしくは、大げさなこと言えばもう巻いてしまうぐらいならちょっとやや開いてる方が回りやすいかなと思います。踏み切り、そこがね結構やっぱり、ヒール抜けとは大きく変わってくる点ですので、まずまあ2抜けというぐらいなんでつま先側で最後リップ踏み切るんですけど、この時両足同じだけ2に乗ります。イメージとしてはどっちか強くとかじゃなく、もう両方同じ2。そうで、そこから踏み切る時はもうそのまま両足ジャンプを、リップを両足で蹴るようなイメージですね。その時に同時にねじり上がっていく、上半身の開きも使ってあげる感じ、ね、上半身が早く開いてしまう、2でリップ上がっていくんですけど、その時に上半身が結構ね早く開き出しちゃう。そうすると最後踏み切る時にはあんまり触れなくなっちゃうんで、そこをねちょっと開かないように気持ちこう閉じて入って、最後に踏み切りと同時にしっかり開いてあげる。踏み切りは、まあ、抜けの時にこうねこうジャンプをしてあげるんですけど、その方向としてはもう真上がいいです。リップがこう上ってたとして前に行ったり後ろに行ったりだったりもなく、そのまま真上をイメージします、できるだけ。で、2の場合よくあるのがどうしてもこう前に蹴っちゃうことがあるんです、これはもうやってたらどうしてもねなってはしまうんですけど、まあこれもできるだけならないように、この2を立てたその上に頭を残してその真上に蹴ってあげるんですね。これが斜めにいかないように注意してあげると綺麗にまっすぐ飛べるようになります。決まりました。どうでしょう、アドバイスのおかげだな。これ抜けた後ですね、踏み切った後、抜けまでしたと思うんですけど、抜けた後できるだけ両足を素早く引き上げてきてあげます。両足を、それによって回転がねだいぶ軽くなってくるので、どうしてもあとちょっと回らないとかそういう時はもうできるだけ足を素早く引きつける。でどっちか強いとか板傾かないようにできるよう両足均等に引きつけてで回ってくるんですけど、その後半もできるだけ離れない方が回転がスムーズにくるので意識してみてください。いいですね。こちらがモブゼクエストの看板猫ドラちゃんです。営業中ゴロゴロしていますので、ぜひ皆さん優しく触ってあげてください。はい、ということでスモールキッカーでもう完璧な2抜けのフロント3を手に入れた、まあまあですかね。はい、なので次はねやっぱミディアムキッカーで見せてもらいたいと思いますんで、行きましょう。頑張ります。はい、ね、先ほどやったスモールキッカーでの、2抜けをそのままミディアムキッカーで出せればできると思いますんで、はい、まあキッカーの大きさが変わっても基本的な部分は一緒ですので、はい、あとはアプローチだったりがちょっとね長さが変わってくるんで、そこは自分で調整してうまく飛んでください。はい、頑張ります。グラブをしっかり持ちたいと思います。いきます。
いいんじゃないですか。ね、見た目も良くて着地も良さそうでしたよ。マイクの近さが気になるところですが、いきます。はい。はい、ということで、トゥ抜け、いや、いいジャンプできたんじゃないですか。とりあえずはできましたね。いや、とりあえずとか、もう上出来です、上の上です。はい、まあ今回のね、トゥ抜け、まあキッカーだけじゃなくて、まあ地形だったり、まあパイプ、ジブ、まあいろいろとね、つま先で抜けて飛ぶっていうことがね、スノーボードにあるんで、ぜひこの機会にチャレンジしてみてください。ね、今回のひかるちゃんのトゥ抜けいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、ということで次回ね、ぜひまたひかるちゃんのトゥ抜け5 頑張りたいと思いますんで、また見てください。バイバイ。3が良かったので5、1本だけチャレンジしてみます。トゥ抜け5、多分初めてでしょう、これは。 OK、 出ました。ドロップ、ファイブ、おー惜しい。これは練習したらいけそうです。ファイブをやるにはまだ早かったです。練習しときます。はい、ということです。